こんにちは。楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中大輔です。田中大輔のマネーは語る。コロナ相場、一頃の勢いはなくなりましたけれども、底堅さを保っています。ただコロナ感染の不確実性、そしておそらく経済についてはこれから中期的に重さを感じるという事態になっていくと思われます。その点で相場とうまくかみ合ってないところもある。ですから今回は歴史の事例に遡って、このコロナ相場の持続性、これからを考えてみようと思います。テーマはコロナ禍相場を過信しない暴落死の教訓ということです。お話のポイントはまず第一、歴史は繰り返さないが韻を踏むという有名な格言があります。マーケットの専門家は何か大きなショックがあって暴落があってというようなことがあると、それと似た事例が過去にないのかということで、振り返っていきます。時代が変わっても科学や技術が発達しても、どうも相場に関わる人間の本性、市場の本質ってあまり変わらないんじゃないか、どっか似てるとこあるよねっていうことで、こういう分析をするんですね。そこで今回コロナ禍相場を考えるにあたって、過去の暴落ということで近いところからリーマン危機、2008年以降ですね、この部分と IT バブル破裂、ドットコムバブルと言われましたけれども2000年、そして、記憶の中で、歴史の教訓として強く残されている世界大恐慌、1930年代、ここを振り返って、コロナ相場と比較をしてみるということで考えます。ここからコロナ禍相場の教訓を引き出すという、こういうことで、お話をします。まずリーマン危機ですけれども、この図、リーマン危機が起こった時点からの株式相場の推移を青い線で、そして、今回のコロナショックをピンクの線で描いております。この図の中で、赤い点線で囲っている四角の部分、ここの間まではなんか韻を踏んでるんじゃないかということで、相当マーケットの人たち気にしたんですね。相場が急落をして、でその後一旦テクニカルな揺り戻し場面がある。だけれどもリーマンの時にはその後2番底に向かっていくわけです。やはりこの歴史を振り返るということをプロの専門家の人たちは皆さんしますので、この時の2番底の記憶というのが強く残っている分、単純にコロナ禍相場がこのまま上がっていくというふうには思えないという人たちが多かったんです。ですから先物でショート売り持ちを作って備えるとか、こういうことをやってったんですね。ちょうどこの四角の中というのはコロナ禍では2月の下旬から落ち始めて3月の下旬まで落ちて、そしてこの4月の上旬ぐらいまでが、ここまでが陰を踏んでるという印象。そうすると5月にかけて、セルインメイデー2番底じゃないか、当然それを危惧します。私も警戒をしてました。ところがここで退去して個人投資家が買いに入ってくる、そして相場を押し上げていくものですから、プロの投資家は5月にこのショート売り持ちが踏み上げられて買い戻しを余儀なくされて、
これによって相場がどん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 上がって加速する。まあ、ちょっと早すぎたということで、6月の後半から7月にかけてもたもたしているという、こういう展開になっています。ですから、まあ、陰を踏んでたようだったけども、なんか離れてしまった。でも、ここから読み取るべき教訓って何なんだろうということを考えてみたいと思いますが、そもそもリーマン危機って何だったんだろうと言いますと、まあ、リーマンという名前がついているので、リーマンブラザーズという強欲な金融機関が破綻をして、これによって世界が大惨事に見舞われた。まあ、こういう印象を持たれている方もいるかもしれませんけども、実は正直なところで話をしますと、私はこのリーマンが破綻したときに、リーマンの内部にいました。社員だったんです。まあ、その当時というのは、欧米のほとんどの金融機関がリーマンと同様のことをしていた。一社の問題じゃないんですね。リーマンの内部にいたら、むしろあっちの方が内情悪いんじゃないかとか、そういうふうに思われるところもありました。そして、日本がちょうどその10年ほど前に金融危機で大手の金融機関がバタンバタンと倒産しましたけれども、その当時の日本の認識からすると、おそらくアメリカも税金、公的資金で金融機関の救済に向かわざるを得なくなる。でもアメリカ型の民主主義ということを考えると、やはりどこか大手が倒産するなどして大変な事態になったっていうことを見ないと動けないんじゃないか。その場合に投資銀行の中で一番小さい4番手だったリーマンブラザーズなんかはその候補になってしまうんじゃないか。まあ、リーマンの内部にてそんな話をしてたもんですから、時々、YouTube のコメントなんかで、リーマン当時を一番よく言い当ててたのは田中さんだというようなことが言われることもあります。ただ、そういうふうに金融機関の問題だった。金融機関、金融が麻痺するということは、その取引先から、膨大な金融取引、すべてが滞ってしまう、台無しになってしまうというリスクがあります。あまりにも影響が大きいんですね。ですから、落ちていったときに、ここにあります、初の政策総動員ということがなされます。1930年代の大恐慌のときに、どん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 事態が悪化した。でもこれって、適切な政策を打たなかったから、生じた人災じゃないかということも言われるんです。そのことを研究してきたバーナンキ FRB 議長をはじめとする権威の人たちが畳みかけるように適切な財政政策、金融政策をぶつけて危機を回避しなければならない。そのことが重要なんだということで、それを実際に実行に移すわけです。で、それによって、まあ、結構落ち着くんですね。これ落ちていって、でも金融、とにかく悪化は阻止したんだけれども、実体経済のインパクトというのは、金融が麻痺している間、延々続きます。ですから、その点では長引いてしまった。コロナ禍では、経済の全治、3年ぐらいかかるんじゃないかと言われますけれども、リーマンショックの時には、2008年のリーマン危機から、アメリカ経済が水面上に出てくるのは2016年です。8年かかってる。その間とにかく政策で支え続けたっていう、こういう背景があるんですね。そして、この重さの中で金融相場が始動した。つまり不況下だけれども、これ以上悪くならないんじゃないか。政策が支えてくれるんじゃないかということを、マーケットが信用して動き出した相場というのが、ここの部分ですね。このリーマン危機の時に、相場の金融相場が始まったのがちょうどここの部分ですけれども、6ヶ月後です。2008年の9月にリーマンが破綻して、そして翌年の3月に底入れをして上がってくる。経済はまだまだ悪かった。だけれども、政策への信任が出てきて、ここから金融相場で株が上がっていくという展開になっています。これとコロナ禍相場を対比しますと、
今回の場合、金融機関は比較的健全なんです。もちろん企業の倒産等が膨らんでくれば影響を受ける。だけれども金融機関そのものは健全であるということで、いきなり金融危機のように広がりを持って経済がダメージを受けて立ち直れないということではなくって、実体経済そのものをまず支えなければいけないということになるんですね。そして、空前の政策が打たれました。その後コロナの第一波が欧米でピークアウトとしたときに経済活動が再開した。ですから金融機関大丈夫で、経済は一旦止まったけども動き出した。この時に空前の政策が打たれている。失業者に対して給付金もと保険金とも出ましたけれども、むしろ働いてた時よりも余計にお金をもらっているとか、あるいは失業してないけども給付金もらったとか、まあ、いろんなこともあって、意外と足元の経済しっかりにも感じられるっていう、こういう部分もあるわけです。まあ、そういう環境の中で、今回の場合には金融相場が即始動したという展開になっています。リーマンの時とは、ここの様相がまず違っている。ただ、今回の場合には、この空前の政策によるサポートがピークを過ぎた後、経済の重さが時間差を置いて実感されてくる展開になるであろうというふうに思われます。まあ、ここがおそらくこの後単純にこの金融相場上がっていったものが持続できるのかということが問われてくる場面というふうに認識をしています。まあ、これに関連していくつかの指標、私が動画やレポートで何度も使っている指標ですけれども紹介をしておきますと、まず左側の図、企業信用、企業のデフォルトのリスクについての尺度として、社債から国債の利回りを差し引いたスプレッド、差の部分ですね、これの尺度があります。下のグラフではピンクの線が SP500 アメリカの株価で、そして青い線がアメリカの定格付けの社債マイナス米国債の利回り格差ということです。なんでこんな社債と国債の利回り格差を取っているのかといいますと、経済状況が悪くなって企業信用が失われてくると、格付けの低い社債は売られます。金利が上昇する。一方で、そういう不安な状況になると資金は安全な国債に入っていくので国債が買われます。で、金利が下がる。ですからこの金利差の部分が、果たして企業信用大丈夫なのかということを見るための代表的な尺度になっているわけです。まあ、この図の中で、例えばリーマンショックの時ですね、株価が落ちる時にこの社債利回りのスプレッドがこんなに上がっています。まあ、本当に経済大丈夫なのかという事態になった。その手前の方を振り返ると、やはり IT バブルが破裂した頃に株が下がって、そしてこの利回り格差が広がっていく。で、今回のコロナショックも一旦株価が急落してこの利回りポンと上がるんですね。ただ中央銀行がもうこの悪化を許容しないと、とにかく支えるんだということで大規模な信用緩和に動き出してましたので、ある程度このスプレッド下がってきています。まあ、その点で、リーマンの時、今回のコロナの時、政策対応がそれ相応にうまくいっている。特にコロナの場合には非常に迅速な手を打ったので、事態が悪化する前に今のところ抑制は成功しているという展開になっています。右の図は今度銀行と間取引の緊張度ということです。テッドスプレッドと言いまして、ライボ、銀行同士が資金の融通する取引の時の金利引く国債の金利 で、これがリーマンショックの時頃にはものすごい上がってますけれども、もう金融機関がお互いの信用を信頼できない、あそこ倒産潰れるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを思うと取引できないという状況になりました。まあ、そのことによってこの銀行間取引の金利が跳ね上がる。今一方で、政府の
安全性の高い金利は低いままということで、このスプレッドがこんなに広がったんですね。コロナショックの下でもこれ上がりかかって、リーマン危機に至る手前の段階のちょっと危ないなっていう、こういうところまで行きかかったんですけれども、ここも速やかに降りてきています。まあ、ですから、政策対応、初期対応はうまくいって、いたずらに事態が悪化するということについては阻止できているという状況が、こういったところからもわかるわけです。今後の展開も、コロナがまた出てきた、株が下がったっていう時に、こういう指標を見ることによって、企業の動向、あるいは金融機関の信用、こういったものが読み取れますので、皆さんも機会があったら見ていただければと思います。続いて IT バブルの破裂対コロナ禍ということなんですけれども、これ見ていただくと、IT バブル破裂の青い線の時の株価、これとコロナ禍というのは、もう最初からかなりリズムが違ってます。ですから、韻を踏んでるかどうかという観点で言うと、あまり市場関係者の間でも引き合いに出されることはありません。ただし、教訓としては、かなり気にした方がいい、意識した方がいいという部分があるんですね。そのお話をしたいと思いますが、そもそも IT バブルの破裂、どういう形で IT バブルが発生して破裂していったのかということなんですけれども、実は1990年代の後半にアジア危機、ロシア危機というのがありました。ここに大きく関わっていた大手のヘッジファンド等が破綻をした。まあ、その影響で、いろいろ金融危機が来るんじゃないかということも危惧されました。日本においては大手の金融機関、銀行証券がここで、いくつも破綻しました。それに対して金融緩和をした。で、状況が落ち着いてきたときに、このジャブジャブなお金が金融相場として株式を押し上げ始めるんですけれども、その当時の IT というテーマに流れ込んだということで、IT バブル、あるいはドットコムバブルなんて言われ方をします。ただ、この相場の過熱感というのは大変なもので、会社の名前にドットコムがついてるとか、あるいはなんとか通信とか言うと、それだけでもどんどん買われていくっていう、こういう展開にもなったわけです。時代感は正しかったんですね。その後10年、20年たどってもそれらの分野というのは大きく花開いています。ただし、あまりにも先物買いをしてしまった、先々の成長をもう全部加熱して取ってしまうところに上げてしまった。で、これは意外と些細なことで、この加熱に対して若干の金融引き締めが始まったことがきっかけで、相場は落ちていったんです。コロナであるとか、リーマン危機のような、もうたった一つのことでいきなり瓦解するという展開ではないので、まあ、その点では、まあ、相場がじわりじわりと下がっていって折々に加速するという展開をたどっていったという流れになっています。まあ、これ政策も打ってですね、金融緩和もしてこうちょっと落ち着きかかってきたっていう時に、実はここの円で囲ったところですけれども、アメリカでは同時多発テロがあって、この国難に負けてはいけないということで FRB がもう一段金融緩和に弾みつけさせるんですね。そのことが住宅バブルを生み、サブプライム問題を生み、リーマンショックにつながっていくという、まあ、こういうふうな経緯にもなってます。まあ、金融緩和をするということのインパクト、強さというものを物語っています。で、コロナ禍の相場なんですけれども、実は早期に金融相場が発生したという展開になってます。そしてこれにコロナというテーマが乗っかっている。 IT、クラウド、テレワーク、医療、バイオ、まあ、こういったものが大きく花開くんではないかということで、ここにお金が殺到しているわけです。気をつけなきゃいけないポイントというのがいくつかあって、一つは IT バブルの時にも似て、本当にこのテーマ性、
このテーマでこの銘柄って持続的な成長が期待できるのかどうかということの吟味がよくなされないまま進んでいるというものも当然多くなります。 IT やクラウドというのは時代の流れとしてまだまだ裾野は広がっていくと思います。医療も高齢化等々を考えますとこれから先伸びていく分野だということも疑えないと思います。ですから時代感としては正しい。だけれどもコロナというこの事件が重なったことによって例えば医療においてワクチン開発をしている企業の株がわっと買われてここもやってる、あそこもやってるっていうことでみんな飛び乗っていくわけですけれども、ただこれ短ければ半年から1年でここは成功したけどこっちは花開かなかったっていうことの優劣がはっきりついてしまう、優勝劣敗がはっきりついてしまうっていう、そういう対象でもあるんです。ですから、まあ、そういう時のリスク分散であるとかタイミングの見極めっていうことも極めて重要なものを含んでるんだということを考える必要があります。それからそもそも金融相場実態が悪いのに相場がどんどん進んでいるという中でコロナという不確実性が依然変わらず残っている。北半球では秋冬期にまたコロナの感染が広がるんじゃないかという懸念が当然あります。それからそもそも経済実態がはっきりしない中で政策の信頼性に支えられている部分というのが非常に大きくあるけれども、政策も果たして継続性があるのかどうかということについてこれからいろいろ問われる場面というのが来ます。ですから IT バブルの時との因という点でいうとこのテーマ性、そして政策、そしてコロナという確実性、こういう部分で重なっている部分、違っている部分ということの背景をきっちりと認識する必要があるというふうに考えます。そして世界大恐慌です。この図を見ていただきますと、これ見ていただきますと陰がまだ生きてんじゃないかってよく言われるんですね。大恐慌の時に1929年に相場がピークアウトして落ちて、これがまず短期的に一回反発をした。だけれどもその後深い谷底に落ちていきます。この手前の入り口のところで、この陰がまだ生きてるんではないかという指摘もあるんですけれども、ただ今日すでにもうご説明しましたけれども根本的に背景が違っています。世界大恐慌はそもそもが政策の逆噴射によって起こったということが指摘されます。株が暴落して経済が悪くなっていく、今の時代感としては悪化を防ぐために財政政策を一気に積極化して支える、金融緩和を一気に積極化して支えるっていう方向なんですけども、この1930年代初頭というのは景気が悪くなって税収が減るんだったらその分財政をの均衡を保つために緊縮していかなければっていうことで財政小さくなっていくんですね。それから金融政策は当時金本位制といって保有している金の量によって発行できる通貨量を決めるというやり方だったので、経済状態が悪くなっても金の保有量が変わらなければお金の出しようがないわけです。ですから事実上金融引き締めになっていってしまうという展開になりました。これ落ちていった後にさすがにこれではやりきれないということで金本位制を離脱したところから経済って立ち直っていくんですけども、アメリカもそれをやって持ち直していく。その後にフランクリン・ルーズベルト大統領の政権ができて、そしてニューディール政策、教科書等でも勉強したと思いますけれども、ニューディール政策を発動して、その財政が雇用、需要を作り出すことで経済は立ち直っていくということになったんですね。ですから後の教訓としては、適切な金融政策、適切な財政政策を打てば、こんなに深く落ち込んで立ち直りのコストを余計にかけなくても、時間をかけなくてもいいんだということにこうなっていくわけです。
実はこの1930年代の教訓をまたダメ押しする教訓として、認識されているのが1990年代の日本で、バブルが破裂した後に適切な政策を打たなかったから失われた10年20年になってしまった。同じ鉄を踏まないためにも我々リーマンショックの時、あるいは今回のコロナショックでもちゃんと適切な政策ちゃんと打って落ち込むのを支えなければっていうふうに動いてるっていう、こういうことでもあるんです。ただこれですね、これ経済立ち直って1935年から後半にかけて株価もかなり戻ってきた、経済もプラスになってきた、デフレも解消してきたっていうことで、この1937年のところですけれども、6年から7年にかけて FRB が預金準備率の引き上げという若干の政策出口に向かうんです。もうそろそろ経済良くなってきたし、政策も正常化しなければという動きに出たんですけれども、その後株価が反落して、そしてまたデフレに戻ってしまった。これだけですね、政策の出口って敏感な問題で、これだけの事態に対して政策で支えているということに対して政策が手を引くっていう場面というのはものすごく神経質な問題になりうるということでもあるんです。世界大恐慌の時のデフレは結局第二次世界大戦の戦争需要まで持ち直せなかった。そしてさらにこれだけの政策を打ってあちこちに不均衡を生み出してしまった経済の中で、政府は中央銀行に対して国債の価格を維持するように、金利が一定水準以上に上がらないようにっていうことの、まあ、責務を課すわけです。これを解消したのが1951年です。ですから20年間余波が続くんですね。今回のコロナの問題でもこれだけの政策をやっているということは、いろんな場面でその影響というものが残ってくるんだということも見続けなきゃいけないということでもあります。まあ、コロナ禍においてはこういう教訓もあって空前で不退転の政策を出動したということがまずあります。そして、まあ、この不退転というのはこれだけの政策をやってて、でこれ継続できるのっていうこともたびたび問われるとは思いますけれども、今更やめられない、これだけのことをやってここから先また落ちていくものを容認するなんてありえないっていう状況にもなってるわけですね。ですから政策については継続されるんだということをまず基本的には認識をしていたと思ってます。ただコロナの不確実性は続いてますし、そういう中で経済の重さというものが後ずれして出てきた場合に、政策って効いてんのっていうことが問われることもあります。それから次元的に6月末まで、年末までみたいな設定をした政策については、その継続どうするのっていうことで、話し合われますけれども、議会で揉めたりしますとその段差が気になる。本当に継続されるのか、こういうことも問題になってきます。さらにはそれから先の長い出口、これ最初の出口のスタートの段階から始まって最後解消されるまで相当な時間がかかるということも覚悟する必要があるということになるんですね。まあ、コロナ相場への教訓、すでにパラパラと申し上げましたけれども、その陰を踏むとは言うけれども、コロナ禍っていうのは、まあ、今日申し上げたような事例から言ってもかつて経験のない事態であるということになります。1900年代の初頭、100年ほど前にスペイン風邪というのがありましたけれども、この当時のマーケットの教訓というものがなかなか読み取れないこともありまして、なかなか因を探すよりもやっぱりその背景が違うということを踏まえて見ていくということが重要です。因そのものはやっぱり意識しますけれども、短期で相場が持ち直したから持続性があるというふうに高をくくってはいけないということの教訓は私は必要だというふうに思ってます。ですから金融相場を過信しない、そもそも実体経済の背景がなく
金融でお金がジャブジャブだ、だけどこのあと経済って回復していくんだっていうサイクルがあったら金融相場って持続性があるんです。でも今回はおそらく3ヶ月6ヶ月あと経ちますと中期的に経済の重さというものが意識されると思います。そこにコロナの不確実性がのしかかってくる、まあ、感染第2波が秋冬期に広がるリスクというものを排除できないということがあります。それからそもそもが政策への信頼で成り立っている相場なので、その継続性には細心の注意を払う必要がある。短期的にはいろんな措置の段差、つまり6月末、7月末、9月末、年末っていういろんなところでこういろんな政策の期限が来るものがありますので、すんなりとつながれていくのかどうかっていうことはやっぱり意識します。中期的には政策が行き届いてないんじゃないかとか、あるいは時間切れで廃業や倒産に追い込まれる企業が出てくるとか、まあ、こういった時に効果があるのかどうかということも問われると思います。そして長期ではコロナが克服されるめどが立った後も政策の出口はどうなんのということは常に意識していく必要がある。それから民主主義国の場合ですね、何よりも選挙っていう問題があります。選挙で政権が変わったら政策は継続できるのか。アメリカにおいては大統領選挙で民主党の候補が勝った場合、民主党政権になった場合にトランプ政権のような大盤振る舞いの経済対策って打たれなくなるんじゃないかっていう、こういう危惧が当然あります。民主党バイデン候補は当然のことながらそういう段差を意識しないように、意識されないようにやっぱりその政策について、経済政策についていろいろ発表します。だけどもその時に金融相場で伸びきった株式市場が気にするかもしれない、まあ、その些細なことが相場の反落を招くこともあり得るんだということはやっぱり意識せざるを得ないというふうに思っています。それから IT バブルのところで申し上げたように、コロナテーマの株、これ本当にこの銘柄って大丈夫なのっていう吟味、それから同じ医療でワクチン開発で選んでる場合でも優勝劣敗がはっきりするという、まあ、このリスクを考えた場合にリスク分散をするということもやっぱり必要になります。そして時期タイミングへの感度というものも意識していく必要がある。今回の教訓として申し上げたいのは、私自身は今相場はちょっと底堅くなっています。何か大きな問題がなければ向こう 1,2 ヶ月は金融相場の余勢でしっかりめでいけるんじゃないかということは思ってます。ただ経済の重さがのしかかってくるとか、大統領選挙が近づいてくるとか、秋冬にコロナが来るんじゃないかとか、まあ、こういった問題が目の前にこう出てきたときに、果たしてある程度伸びきった金融相場というものが単純に持続できるのかどうかということはやっぱり問われるということを警戒してます。ですから 1,2 ヶ月後と3、6ヶ月後では視界が異なってしまう可能性があるというのを今回の結論といたします。以上、今回は歴史の三大暴落、これを例にコロナ禍相場というものを考えてみました。私はコロナで相場が暴落した3月の下旬、テクニカルな反発場面に無理のない想定の一つとして、コロナが短期間でピークアウトすれば4月テクニカルな相場の反発から始まって、その後もたついても、まあ、8月ぐらいまではしっかりいけるんじゃないかっていう、こういう想定をしました。まあ、非常に幸いなことにですね、およそ金融相場という形で方向としてはポジティブなをたどってますので、まあいい具合に波に乗れてるということでは良かったと思ってます。ただ元々が金融相場だ、
そしてそれを支える経済の回復というものがすぐにはついてこないし、コロナという不確実性があると。まあ、今日お話を申し上げてきたような過去の事例との比較から見ても、単純に金融相場が持続していくわけではないんだということは気をつける必要があります。こういう期待で先導された相場、一つのトレンドをつかんだときに、私が肝に銘じているのは、優勢は劣勢の始まり。つまり一つの流れがつかんだときに、それが進むこと自体が今度その逆サイドに動く力を生むということを肝に銘じて分析をしています。金融相場も第一波はおそらく後半戦がこれからしばらく持ちこたえるかもしれないという、まあ、こういう状況を判断してますので、秋に向けてまた情勢をしっかりフォローしてまいりたいと思います。ご一緒に気をつけながら相場を見てまいりましょう。ご清聴ありがとうございました。